それではただいまより本日のメインイベント第7代ライズライズ級王座決定戦3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。青コーナー175センチ 62.95キログラム、 ブリングイットオンパラエストラ AKK 所属、同級2位ナオキ。見ているものをあっと言わせるジョーカーナオキ。赤コーナー175センチ 63キログラム、 新宿レフティージム所属、同級1位ヒデキ。今年こそは笑ってリングを降りたいヒデキ。レフェリー小川。ライズ145後楽園ホールから実況生中継でお届けしております。いよいよメインイベントを迎えました。原口健人が返上いたしまして、現在空位になっていますライト級王座、果たしてどちらが手に入れることになるんでしょうか。今日は元チャンピオンの白鳥泰治選手をお迎えしています。白鳥さん、2人の入場の時の表情をご覧になっていかがでした。はい、まあもうね、タイトルマッチなんでもうしっかり気合入った思いがね伝わりましたね。まあどちらも白鳥さんにとっては縁のある選手です。秀樹も本当に悔しい思いを過去2年してきましたからね。まあ、今回タイトルマッチ3度目ですもんね。はい、さあ試合スタートです。独特の距離感を持っているという評価がありました直樹です。サウスポーに構えている秀樹、直樹選手 その打ってくるタイミングがなんか他の選手と違うんですよね。本当に独特だなっていう印象ですね。まあ、去年の10月この直樹にテクニカルのスカウトで敗れたのが白鳥さんです。まあ、わずか90秒で終わってしまったんですけどね。あの展開は本当に福井さん見てる我々も予想できなかったですよね。正直叫びましたよ、すぎて。いや本当にあれには驚きました。いやでも直樹さんもそれだけこう瞬発力というか破壊力を持っている選手なんですよね。まあそういうことが証明されましたよね。だからこの試合もそれを、ね、出して思い切り勝ってほしいなというふうに思います。はい、白鳥さんの額が割れました。あの膝蹴りで割れ、はい、割れましたね。ズバリ試合の傷っていうのは、はい、回復するのは時間かかりました。いや時間かかりましたよ。もう骨見えちゃってたんで。あ、そうですか。まあ、それだけね、直樹選手がね狙ったタイミングでいい膝がもらっちゃったんで、はい、まあ、しょうがないんですけど。なるほど。さあそして秀樹との対戦、白鳥さんとの対戦がありましたけど、はい、これは反対にテクニカルノックアウトで白鳥さんが勝ったわけなんです。僕この2人と何かとちょっと縁があるというか。そうなんですよね。あの時スネがね確かパックリ割れたんですよね、秀樹の。まあ、それだけ秀樹選手の蹴りの威力って本当相当あるんで、はい、どんどんもっと蹴ったらね、直樹選手も嫌がるんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあ序盤は少し直樹がプレッシャーをかけてますか。インローです。まだ見合ってる感じですかね。それほど大きな動きありません。やっぱりもうこのレベルになるとそんなにお互いのその差ってないと思うんですよ。はい、なんでやっぱりこうどうしてもこの1ラウンド目って探りになっちゃいますよね。この試合も5ラウンドで行われます。タイトルマッチです。王座決定戦。お互い探っています。慎重です。いや福井さん2人とも慎重ですよね、出だしは。そうですね、今までの試合とはちょっと違うような感じもしますけど、はい、すでにあれですね、はい、秀樹選手の右足の内側が早くも早く赤く割れてますね。インローですね。はい、やっぱり5ラウンドとなると足から攻めるっていうのは、そういうテクニック。右ストレートダウン、踏み込んで右ストレート、直樹ダウンを奪った。秀樹立てるか、立てるか、どうだ、立ち上がりました。完全に多分見えてなかったですね。あ、ここでゴングです。第1ラウンド終了。なんとなんと1ラウンドダウンを奪いました。直樹、これが独特の距離感なのか。いや直樹選手、びっくり。いや白鳥さん、まさかっすね。はい、リプレイで見ましょう。一瞬でしたね。
いやしっかり伸びきったストレート打ち込みましたね。え、直樹選手強くなってませんか？なんかそんな気がするんですけど。いや白鳥さんいかがでしょうか。これちょっと秀樹反応できなかったんですね。反応できなかったんで、ダメージ相当残りますよこれ。いや驚きました。いやもうこの探り合いであの1アンド、ね、終わるかと思ってたんですけど、はい、隙は逃さなかったですね。そうですね、反対に直樹は狙ってたんですか。まあ、やっぱりなんかあるんですよ。そのやってみないと多分分からないと思うんですけど、はい、その直樹選手の独特のタイミングがあるんで、はい、はさて1ラウンドはダウンを奪った直樹、第2ラウンドの始まりです。序盤に、ね、こうダウンをもらうっていうのは後半体力的にどうなんですかね。いやちょっとねあのメンタル的にも結構やっぱ取られてるっていう気持ちがあるんで、はいはい、ただそこはまだ1ラウンド5ラウンドあるんで、はい、そこは気にしなくほうがいいと思いますけど。なるほど、まあ、ポイント上は、ね、ダウンを取りましたからこれはおそらく10対8がついているかと思われます。そのあたりはまだ気にする必要はないというお話が今白鳥さんからありました。まあ、本当に白鳥さん直樹としてはちょっと気持ち楽になってるんじゃないですか。まあ、楽になってるんで、まあ、ここで、ね、さらにまた気引き締めて、はい、やってますね。だからこう、ダウン取ったからってさっきみたいにガツガツ行ったりはしないですよね、はい、しっかり見てますよね、この直樹の周りを秀樹が動くという形になっています。はい、空振り左フック、これはどうだ、うん、出てきた秀樹左フック。あ、ただ余裕があります直樹の表情。笑ってますね。うん、いや今のパンチはどうですか白鳥さん。いやでもまだ直樹選手は落ち着いてますね。大きなダメージはないですか、はい、右空振り。これ直樹の打ち終わりも秀樹狙ってくるんでしょうか。まあ、お互いやっぱこのね打ち終わり狙ってますよ。うん、そうですか、はい、ちょうど1年前原口健人にキャリア初の KO 負けを喫しました秀樹。あれから勝ちを重ねて、まあ、この実力を証明してきたわけです。サウスポーに構えている秀樹、1年越しようやくまたこのチャンスが巡ってきました。しかしその間に開催されたデッドオアライブ、一気に名前を挙げたのが直樹です。残り時間1分を切りました第2ラウンド。ジャブで止めます。左手を出します。いやでも本当に白鳥さん今ご紹介しましたけども、はい、1年前あの原口に敗れてあのタイトル戦線から交代したわけですけども、はい、その間に今度は直樹がですねデッドアライブで結果を出してきた。そうですね、直樹選手ね、僕のせいでね、いや本当に上に来ちゃったんで、ですからこのライト級戦線ですね、はい、本当にあの誰がどういうタイミングで出てくるか分からないですよね。まあ、そうですね、暴露、はい、まあ、僕も前回のその試合で、勝負の何があるか分からない怖さとかも知ったんで、でこういうタイトルマッチも、まあ、直樹選手先に取りましたけど、はい、最後まで何があるかが分からないと思います。そうですよね、はい、暴露空振りです。まあ、そういう白鳥さんもワールドシリーズで一気に名を上げました。さあここで第2ラウンドが終了しました。ですから福井さん本当にこの、ね、はい、みんなにこうチャンスがあって、はい、何をきっかけにこの上がってくるかわからないっていうのは見ていても面白いですよね。いや本当にそうですね、誰にでもチャンスがあるっていうのは、うん、いいところだと思います。はい、さあ2ラウンド振り返ってみてどうでしょうこのラウンドは白鳥さん。なんかちょっとでもその秀樹選手がその直樹選手の距離がちょっと遠いなって感じてそうな気がしますね。あ、もっとなんかもっとこう蹴っていく印象があるんですけど、あまりこうまだ手数もそんなに出てない状態なので、うんうん、はい、まあ、届きそうでなかなか届かないというそんな感覚をもしかしたら本人感じているかもしれません。まあ、それはまあ直樹選手も同じだと思うんですけど、はい、ラウンド3第3ラウンドの始まりです。いや、ここからどうなりますかね。いや、注目しましょう。あ、でもここから勝負ですね。ここからが第3ラウンドを迎えています。右出しました。さっきはこの右のパンチでダウンを奪いました。ボディブロー、
直樹のパンチです。ちょっとあれですね、この直樹選手のワン打ってちょっと遅れてくるんですよね、ツーが、はい、それをちょっとあーローキック、はい、そして秀樹ここでロー出してきましたよ。ボディーブローから左フック、左出した、ガードを固めてる秀樹、コーナーに詰める、直樹、直樹前蹴り、前蹴りです、ボディ左、前手を出してプレッシャーをかけます。直樹、直樹選手この前手伸ばしてるのがすごい相手からしたら多分やりにくいと思うんですよ。ああそうですか、はい、そこで多分距離測って打ってるん で、はい、でちょっと遅らせて打ったりしてるんで相手からしたら多分分かんないんですよね。これさっきのそのワンの後のツーがちょっと遅いという話ですか、はいはい、と思ったらパッてなんか早いワンツー打ってきたりするんで、はい、大久保はお互いよく見ています。そしてミドルキック、ちょっと白鳥さん、あのローキックが秀樹出なくなりましたね。そうですね、あの直樹選手の前足もすごい赤くなってるんで、はい、これ多分効いてますね、はい、直樹の左足も随分赤くなっています。多分さっきね、あのカーフ気味なね、ローキックもらってたんで、はい、選手が、ちょっと嫌だったんじゃないかなと思います、ね、なんか後々に効いてくるんですよね、はい、あらちょっとローキックが出せなくなりました秀樹です。前蹴りボディーブローで返しました直樹、残りが1分、ハイキックガードした秀樹も見ています。いやこのなんか直樹選手のこの右のハイキック見るとなんか思い出しますね、あですか、フラッシュバックですかね、嫌な記憶が。残りが1分切っています。第3ラウンド、秀樹手数が増えてきました。バックロー、直樹が出てくる、少しローキックが効いてきたか直樹。残り30秒切りました。第3ラウンド、左、直樹の左、右、ハイキック、スリップです。時間がありません。第3ラウンド時間がありません。狙っていると、お、左、直樹のパンチ。ここでゴング。右フックを当てました秀樹。第3ラウンドが終了。いやどうなんですかね。決して手数は多くないですよね。まあ、ただね、あの直樹選手がこう圧力かけてるなっていう感じですよね。さて。セコンドには工藤正秀の姿もあります。秀樹陣営フェザー級チャンピオン。さあそれではラウンドちょっと振り返ってもらいましょう。白鳥さんいかがでしょうか。まあ直樹選手が前出て、でパンチしっかり当ててるんで、はい、ちょっとやっぱまだダメージありますね秀樹選手ね。ただなんとなくなんですけど直樹選手ちょっと左足嫌がってるなっていう思いましたね。左足の左膝の裏ですね、ずいぶん赤くなっています。カーフですかね。カーフキックの影響でしょうか、こちら直樹陣営です。試合はいよいよ後半です。第4ラウンドの始まりです。原口健人が返上して現在空位になっています。ライト級王座を争う2人です。いよいよ試合は第4ラウンド、とローブロー入ったか。ローブローが入ったようです。一旦時計が止められます。どうやら問題ないようです。ここで流れ変えたくないですね、はい、そうですね、やっぱよくローブローで中断して一気に流れ変わることも結構あるんで、やっぱりそうですか、はい、先ほどのラウンドはパンチを当てていました直樹です。少しこのラウンドは秀樹が出てきましたかね白鳥さん。まあ、やっぱ秀樹選手もこの今4ラウンドか、前でないと勝てないんで、膝
いや白鳥さんの画面を切り裂いた膝、ヒヤッとします。ナイスさんちょっとボディ赤くなってますよね。そうですね、やっぱ秀樹選手のやっぱ蹴りの威力は多分半端ないんで、はい、もっと蹴った方がいいですよね。だからロープ際ロープを背にしています直樹です、はい、ちょっと秀樹選手ちょっと圧力強めてきて、はい、ちょっと直樹が後ろに下がる場面が出ています。このラウンド秀樹が出てきた、ボディ直樹のパンチ、まあ、でもここがチャンスですよ秀樹選手、はいはい、直樹選手がこのロープ詰まってるんで、はい、まあ、ロープに詰めてしまえばこの独特の距離感というのもなくなりますかね、はい、そうですね。あとはもう打ち終わり、はい、だけ気をつけて、はい、出てきます秀樹、もう蹴りも出てきましたね。そうですね、うん、秀樹チャンスです。秀樹のプレッシャー、ちょっと直樹が押されている、このプレッシャーに押されています直樹。足も効いてる、左フック左フック、いよいよパンチが捉えるか、ちょっと直樹選手足止まったな、おっとスリップです。直樹が足が止まってきたでしょうか。そうですね、ミドルコーナーに滑る、コーナーに滑る、秀樹狙っている、アッパー直樹、アッパー右ストレート、ジョーカーを追い詰めるか、ジョーカーを追い詰めてエースになる。第4ラウンド、足が効いてるか、ちょっと白鳥さん、直樹やっぱり足がこれダメージあるようですね。前足切れますね、はい、ボディーブロー、ボディーで返しました。残り時間がさあ30秒切っています、第4ラウンド。ただまだ直樹選手もねパンチ死んでないんで、はい、まあ、秀樹さんがここでね勝たない方がいいですね、はい、押し込んでいきます。このラウンドはロープを背にする場面が目立っている直樹、この距離危ないですね、はい、もっと中入って打ち込んでいった方がいいですよ、秀樹選手、はい、さあ時間がありません、第4ラウンド、第4ラウンド時間がない、おー、右ストレートだ、出てきたところカウンター、右ストレートどうだ、立てるか秀樹、立ち上がった、立ち上がった、まさかまさかラウンド終盤でダウンを奪いました直樹。いや直樹選手やっぱやりますね、いやまさかのまたダウン、あそこで取れるのさすがですね。いやラウンド終盤攻め込んでいた秀樹だったんですけども、そうですね、秀樹選手がちょっとペース握りかけたかなと思ったんですけどね、はい、白鳥さん今カウンターですか。そうですね、蹴りに合わせたのかな、ああ。なんか ダウンを取る間合いも独特ですね。そうですね、そうですね、まあでも今のはいいタイミングでしたね、はい、特に一番バランス取れないところで打ち込んでるんで、はい、これは多分ダメージもあるし、いや足が止まったという話がさっきありましたけども、この秀樹が前に来たところを右ストレートを合わせました、うまく合わせましたね、いよいよ最後ラウンドあと一つです、残すラウンドはあと一つ、今回が3度目の挑戦です、秀樹王座決定戦最後の3分間です、始まりました、もう秀樹は行くしかありません。1年前はこのマットに這いつくばりました、ノックアウト負けを喫した秀樹出てきます、もう失うものはない、はい、直樹選手はもう言っちゃえば守りに入っても勝てるんで判定で、はい、まあ、ここでどう出てくるかですね、まあ、ポイント上は直樹当然有利ですからね、そうですね、はい、反対にもう秀樹は失うものがありません、行くしかありません、出てきました、いやー、秀樹選手気合い伝わってきますね、そうですね、なんかもう福井さん見ていても明らかにねさっきのラウンドと違いますよね、もうね、違いますね、最初ラウンド、はい、こんなに盛り上がるんですね、最後のラウンド勝負をかける、秀樹は行くしかない、もう後悔はしたくない、あー右ストレート、この右です、いやーすり抜けてくるんです、直樹の右詰めてくる、直樹選手のあの右がこう相手が来るのを待って待って、はい、見て、はい、槍のようにポンって放り出してくるんですよ、この右を、はい、それをちょっと秀樹選手反応できないのが多いんで、あのさっきもそうでしたよね、そうですね、はい、ちょっと危ないですね、その右ストレートでいずれもダウンを取られました、コーナーに詰める、ボディーブローを狙いに行きます、秀樹はボディーブロー、おー、ハイキック、さあどうだ、左ハイキック
出てくる秀樹。あのね、この近い距離、はい、チャンスありますよ、はい、詰めてった方がいいですね。秀樹がとにかく詰めた方がいいですか、はい、ただこの右ストレートには要注意です。直樹の右ストレートには要注意。ハイキック、おっとバランス崩した。そしてもうすぐ残り時間1分を切ろうとしています。1年前はノックアウト負けを喫した秀樹が最後のチャンスにかけます。直樹も昨年はデッドアライブ優勝を逃した。今度はライト級のベルトを取りに来た。ここまで2度のダウンを奪っています。あー、インロー、インロー連打効いている。前足動きが止まってきたか。直樹ローキックのダメージ、時間がありません。残り時間刻一刻と過ぎていく。残された時間がない。かつて白鳥大樹、そして原口健太の前に敗れ去った秀樹。最後のチャンスにかける。もう秀樹選手ここ行った方がいいですよ。そうですね、直樹選手はもう、はい、守り入ってるんで、直樹はもう逃げ切る体勢か。左フック、2度ダウンを奪っています。直樹あと10秒だ、あと10秒だ。ハイキックを出します。出てくる。直樹はしのぐ。おーい、ここで試合終了。右手を突き上げて勝ちを確信しています直樹。直樹選手嬉しそうですけどね、セコンドと抱き合いながらコーナーに戻ってきました直樹。終盤秀樹もラッシュをかけました。白鳥さん、かなり追い詰めたんですけどね秀樹も。そうですね、ちょっとハイキックとかで、まあ、惜しい場面作ったんですけどね、まあ、最後うまく直樹選手が、まあ、逃げ切ったというか感じですかね。やはりあの勝負をかけたのは右ストレートですかね。そうですね、全部それで、ね、まさか1ラウンドで取るなんて思ってなかったんで、はい、それではもう勝ちを確信しています直樹です。永瀬48対46、青直樹。ジャッジ豊永48対46、青直樹。新チャンピオン直樹です。48対45、青直樹。以上3対0の判定をもちまして秀樹を判定で下しました。ジャッジ2名は48対46、そして1名は48対45をつけました。3名ともが直樹を支持しまして、直樹がライト級新チャンピオンの座に輝きました。まあこのポイントを見ると白鳥さん、やはり2度のダウンが響きましたね。そうですね、やっぱダウンの、ね、ダメージも結構残ってたんで、はい、まあ、秀樹選手も惜しい場面は、ね、ところどころあったんですけどね、まあ、直樹選手が勝負に徹して、勝ち取ったって印象ですね、はい、そして3度目の挑戦、敗れてリングを去ります秀樹。この秀樹に対しても大きな拍手が送られます。まあ福井さん、この秀樹の心境を思うと、はい、また何ともね。いやそうですよね、3度挑戦してまだダメかっていう気持ちきっとあると思うんですけど、やっぱり直樹選手の成長というか、はい、もう長いこと見せてもらってますけど、どんどん強くなってますよね。こう右ストレートの強さとか、いやかっこよかったです。はい、ジョーカーと言われた男がついにチャンピオンベルトを腰に巻くことになりました。ですからもうジョーカーではなくチャンピオンですから、この階級ではもうジョーカーからエースにこれは変わるということになります。なんか会見ではキングになってもキングジョーカーだとか言ってましたけど、ちょっと滑ってましたね。なるほどもうそういうの場の空気関係なしにね、はい、盛り上げてくれるのが、盛り上げようとしてくれるのがこの直樹です。はい、まあ、直樹選手みたいなキャラ多分他のこのライト級で、はい、多分いないんで、うん、まあ、貴重な存在じゃないですか。そうですね、リプレイでご覧いただいています。これは最初のダウンです。右ストレート、そしてこれ2度目、うん、2度のダウンを奪いました。やはりこのダウンが大きな勝負を左右したと言ってもいいでしょう。ちょっと今グローブが抜けないんですけどね直樹ね。
はい、直樹選手らしいですね。お茶目ですよね。白鳥さん、こういうことありました過去？いや、僕はないですね。こんなことありますか？あ、ようやく抜けました。はい、よかった。熊野プーさんみたいな感じですね。見事第7代ライフライト級王者となりました直樹選手にライフコミッション小川清文より認定証が授与されます。認定証ルイ・ヴィトンバラエストラ AKK 直樹殿、記念は令和3年1月30日東京都後楽園ホールにて行われたライズライト級タイトルマッチにて見事勝利し新王者についたことを認定し勲章します。王者はいかなる時でも王者でなければならない。令和3年1月30日ライズコミッション小川清文、ライズクリエーション伊藤隆、おめでとう。そして王者の証チャンピオンベルトがライズクリエーション代表伊藤隆より贈られます。そしてチャンピオンベルトが腰に巻かれました。まあ、今年は63キロでワールドシリーズという話も出ていますし、白鳥さん、はい、どうでしょう。まだもちろん正式には決まってませんけども、はい、もしかするとこのチャンピオンの直樹あたりも、まあそうですね、入ってくるんじゃないかという、まあ、多分間違いなく入ってくると思うし、逆に今の僕にはまだあの挑戦権がないんで、はい、まあ、次の復帰戦しっかり勝って、まあ、そこ見たいなっていう感じですね。なるほど。いや、福井さん本当にあの役者が揃ってますね、この階級ね。白鳥さんもそうだし、いや本当にそうですよね。そしてこの直樹、さらには原口さんと、はい、なんか放送席に来るのライト級の人ばっかりですね。いや本当に、なんかライト級で縛りがあるんですかね。ねえ、まあ、でもそれだけあのやっぱライト級が盛り上がってるっていうのは感じてるんで、うん、まあ、僕らとしてはすごい面白いですね、うん、そうですね、見てる側を本当にこの楽しませてもらいたい。まあ、ライズもちろんあの那須川天心の存在というのがね、かなりこれ注目されてるわけなんですけど、まあ、天心だけではなくこのライト級の選手がもっともっとこの盛り上げてもらいたい、そんな思いでいっぱいです。さあ、それでは新チャンピオンがマイクを持ちます。ちょっとみんな結構帰ってないですか？待ってよ、あのさすがにグローブ外すのちょっと3分ぐらいかかっちゃったんですけど、話はちょっと5分ぐらい喋るんで。まだ8時になってないですか？過ぎてる？あ、それはちょっと危ないですね。じゃあちょっと言わせてもらうんですけど、僕これで一応ライズチャンピオンになったんですけど、皆さんご存知の通り前回、原口健人選手に僕は、コテンパにされてます。なので、まだまだ胸を張ってチャンピオンですなんて言えないんですけど、原口選手、次もう本当に2月28日に本当に世界最強の男と、決まってます。もちろん、勝ってくれると思います。で、僕もこれからライズの、ね、あの仮チャンピオンとして勝ち続けるんで、本当の本物のチャンピオンの原口選手ともう一度ワンマッチが見たいと言ってもらえるような選手になるんで、皆さん応援よろしくお願いします。で、ちょっといつもふざけたマイクなんですけど、ちょっと今日真面目なことを一つ言わせてもらっていいですか？僕まあそんなにベルトこだわってなかったんですけど、ちょっとこのベルト宇宙一欲しいって言ってた人がいるんで、ちょっとリングで任せて一緒に写真撮らせてもらっていいですか？じゃあ、お池代表。いや、お池さん、長い間お待たせしました。ありがとうございます。なんでちょっと皆さんシャッターチャンスなんで、あんま前来れないかもしれないですけど、俺とお池代表の写真を目いっぱい撮って8時までには家に帰るようにしてください。では写真タイムスタート。直樹選手おめでとうございます。ありがとうございました。皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。グリーンギットオンパラエストラ AKK 小池代表と今記念撮影に収まります直樹であります。
熱戦が続きましたライズ100-45、直樹の勝利をもちまして全試合終了という形になりました。改めて白鳥さん、今日振り返ってみていかがですか。まあ、やっぱりライト級ですよね、うん、4試合目の北井選手と小川選手の試合もまさか の、ね、あの結果になったんですけど、やっぱりこのメイン直樹選手がしっかり勝って締めてくれたんですけど、まあ、僕前回負けてるんで、やっぱり僕側としてはどうしても、ね、もう一回やりたいですね。あ、いや、いろんな三角関係がリング上あります、福井さん、今日振り返ってみてどうですか。いや、そうですね、前半からかなり手数の試合を、手数が多い試合が多くて、もう興奮冷めやらぬって感じだったんですけど、やっぱり最終的には直樹さんがベルト巻いて笑ってるとこ見れてすごい嬉しかったです。まあ、本当にね、この放送席にも来たことがある、直樹さんですから、非常に福井さんも良かったという感想をいただきました。